岩倉市東町。目指しますよ。千葉県か。千葉？あ、そう。へえ。おい、なんだお前。お前嫌がらせに来たんだろ。何考えとんだお前。おい、待てよお前。おい、押すな、危ねえな。お前ぶつけようとしたろ今。俺を見てそのまま突っ込んできたんだとこいつ。何ですかこれ。お前路上に止めたらガンで。おい、持って帰れ。ここ止めるとこじゃねえぞ。何やってるんですかこんな時間に。なんかこいつなんか凶器持ってますよ。おめえか犯人はボケ。あれは見て見ぬふり。何やってんだ一体。しょうもねえ芝居やってるボケ。480-151-1209-6409-7474 42-22-15-33-4-1134-6409-8507-300-860-28-9232-480-151 ですね、夜間は騒が出るからな。そうだろう。あ、そうだよ。うん、そんなような形。どうら、ちょっと見せてみろ、酒。151-1209-6409-7474。42-22。おい、待てよ、お前。隙間とおちょっかい出すな。ちょっと今忙しいからよ。おい、お前待てよ。動くな。ちょっと待ってね。うんうん。これはちょっとひどかった。どうぞ。治療費は？治療費は？出るの？おめえらと仲間と相談か。おい、事故だ、事件だ。誰かすいませんね。助けて、集団ストーカーに襲われてます。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 警察呼んで。おめえらの送り込んだやつにやられたわ。殺されそうになったわ。はい、お前らなんだ、110番すると金になるんか。誰かが110番すると金になるんか。おええのか、この集団ストーカーに襲われてます。110番して110番してバーガー暴言を捨てて上がって暴言。おー、ほんだったら行くわ俺が。おー、お前待てよ。お前警察来るまで待ってるわよ。で、電話代も返してください。もしもし。お待たせしました、緊急110番です。あの、宿川沿いの管理道路に社員の車を止めてる。え、うせバーガー。見ただろう。お前俺見ただろう。俺はお前が俺を見たの見たぞ。きちげえが。いや、やっとれるな、お前んとここんなこと。そんなトロクシやガキ見て子供みたいな詐欺みたいなことしとって。はい、めっちゃんこ早いですわ。どっかに隠れて110番かけるの待ってたみたいに来ました。待ち伏せだろお前。おい、どっかに隠れとったんだろおめえら。おい、きちげえ。あげてめっぽう。助けて。おい、110番して。100飛ばして今カチカチやってます。シュッ、何もねえのにやってんじゃねえわ。なんか犯人が捕まりそうにないような話だけど。俺暇だからかけてやるだ。かけてやるって。家の前に怪しい奴がいます。怪しいので来て助けて。集団ストーカーに襲われてます。集団ストーカーに襲われてます。ストーカー来た。うせえ。おい来いやろ。おいよ来いやろ。お前しつこいんだ。どういうつもりだこの。助けて。集団ストーカーに襲われてます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 。ラーミトラムソイラゴスアルシヘイできた。ラーミトラムソイラゴスアルシラーミトラムソイラゴスアルシラーミトラムソイラゴ。助けて、助けて、助けて。おめえらの送り込んだやつにやられたわ。殺されそうになったわ。これ事件じゃないわけないって。騒ぎを起こしてお前110番させて、110番させると金になるんか。もしもし。もしもし。お待たせしました、緊急車。村の住人なんですけど、路上駐車の車がまだあるぞ。東南警察の方にね。うん、路上駐車は110番だろう。110番は緊急ダイヤルです。いやいや、あのですね、わかります。いやいや、通報ダイヤルでしょ。いや違いますよ。暴言の寿司上がって暴言。うせえ。恐ろしいなおめえ。助けて。集団ストーカーに襲われてます。集団ストーカーに襲われてます。110番して。おい、110番して。おい、110番して。
集団ストーカーこいつら仲間です。集団ストーカーにやられてます。集団ストーカーにやられてます。待てよ。え、どういうこと。おいお前めっちゃうかけですわ。あいでかどよ。仲間だな、こと気違いども。あったかいぞ。あいでかどよ。はい、すげえなお前ら。よかったと思う。